Hello, 大家好、我是ザナイホイ。今日は月曜日です。月曜日なんですけど、祝日で、何の祝日だろう今日。わかんない。今日あれだって、勤労感謝の日。なので、保育園がお休みで、シュウヤがお家にいます。キョコーン。キョコーン映りますか？お昼ご飯食べたばっかり。こんにちは。お、あれ、キョコ見える？見えてないね。全然見てない。パソコン見てる。こんにちは、シュヤでーす。うん。こんにちは。今日は、まあ、ずっとお家にいて、ちょっとね、午後から昼過ぎ、お母さんが家に来て、シュヤを3時間ぐらい見てもらう予定で、その間私はコメダに行ってパソコンの作業をしたいと思います。うちにね、Wi-Fi あるんですけどめちゃくちゃ遅いんですよ。なのでやっぱりシュウヤがいるとあんまりパソコンも触れないし、私がパソコン触ってるとシュウヤもキーボードを打ちに来るんですよ。で一回打ってる途中でペペ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 ってディリートされたことがあるのでね、こんにちは、しょうこん。こんにちは。なんかね、おとつい家に急に荷物が届いて、なんだっけと思って、私ネットでまあいろいろ買ってるんですけど、こんなでかいやつなんだろうと思って見たら、じゃーん、トースター。しかもね、バルミューダのトースター、これね、なんと私当選したんですよ。すごいでしょ。薬局のね、感謝祭でちょっとキャンペーンやってて、それに応募したんですよ。そしたら当選して、これね、ネットで見たら2万8000円ぐらいするんですよ。なんか前から欲しいなとは思ってたんですけど、高いから無理だなと思ってて、うちのトースター今5000円ぐらいのやつ使ってて、めちゃくちゃ嬉しい。そう、撮影を始めるとこんな感じでずーっとシュヤくんが三脚をね持ってるんですね。シュヤくんちょっと邪魔しないでほしいんですけど、シュヤさんちょっと邪魔なんですけど、ちょっと箱を開けてみたいと思います。オープン。あー、シュヤくん、次のターゲットはカメラか。あー、ちょっと待って、シュヤくん。ここにお水入れるんだね。すごい。あれだね。パンが美味しく焼けるっていうやつだね。ちなみに今使ってるトースターはこれです。じゃなくてすいません。これね、楽天で買ったんだけど、もう4年ぐらい使ってんのかな。全然最近掃除してなくてすいません。ヒュッソン、ヒュッソン起きて、椅子できたよ。ヒュッソン、起きた。ヒュッソン起きた。おお、ぴったりじゃない？シュヤさん、あれ？めっちゃ嬉しそうやん。シュヤさん、おいしい。うん、返事した。これ
が気になるみたいで。皆さん、お風呂上がりのしゅうやです。上がりました。シュア君はもう歩けるようになりましたね。そう、シュア君歩けるんですよ。ちょっとみんなに見てもらおう。いいから、はい、立てるね。はい、おお、出ました。はい、右左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 、すごくない？ね、すごいな、もう歩けるな。でもね、ハイハイはまだできないんですよ。なぜかハイハイがまだできないんだよね。3歩ぐらいできるんですけど、 1,2,3 歩出た後にずりばいになっちゃう。わかる？よく、ほらこれね、お母さんがダイソーで買ったおもちゃなんですけど、めっちゃ怖がってて。綺麗なの？残念ながらあんまり好きじゃないみたいです。なんでこれ買ったんやろ、謎。こっちおいで、シアク。おー、早いね。なんかゴール、あ、もういいよ。あ、もういいよ。ちょっと。はいで。あ、シュア君の歯見えたね。シュアさん、椅子どうですか？大好き。気に入った？新しい椅子気に入った？うんと、よかったね。これね、組み立てるの超大変だったのよ。めちゃくちゃ大変だった。めっちゃ汗かいたよ。嘘やけど。気に入っとるね。さっき授乳した後にミルク吐かれて着替えました。モノチからもらったパジャマ、さっき着てた赤いパジャマと同じブランドなんですけど、めちゃくちゃ着心地が良くって結構いいお値段するみたいです。ちなみに北川景子もこれ着てるらしいです。北川景子になりたいな。眠った？眠たいよ。眠たくない？超眠いんだけど。顔見せて。もう私すんごい眠いんですけど今。でもしゅうやくんが全然寝てくれない。よくなんで？今日お昼寝しすぎたかな？ね、多分。もう眠たすぎて限界なので。寝ます。寝るよ、ね、すごいテンションマックスだね。ね、今から寝る人のテンションとは思えない。ね、舌出てる。ちょっと私はもう無理、もう眠い。今から頑張ります。ワンアン、バイバイ、シシカリピエ、バイバイ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 。助けて、助けて。